私元 AKB の北原理恵と申しますが、はい、AKB ご存知ですか？あまりわからないです。あごめんなさい。でもまあこれわからないならもう、ね、これを機にちょっと知っていただいて、北原理恵ちゃんをね、はい、あわかりました。好きになっていただきたいと思います、ね。はい、胡椒の胡椒を使わせていただいております。あ、マジですか？はい、美味しくて ありがとうございます、はい。胡椒選手のところね、あの支部の長がよくあの持参してきてくれるんです。あ、そうなんですか、はい、あとても美味しく使わせていただいております。ありがとうございます。うちもよく出たがりですからね、よく出てくれてるんですよね。はい、あの胡椒選手、今年はかなり圧倒的な強さでしたが、自身でのこの1年の評価はいかがですか？まあ、あの脇本さんにずっと支えていただいた1年でしたし、まあ、あと先輩後輩、まあ、ファンの皆さんと、まあ、家族と、そのおかげで、まあ、今年しっかり1年間走れたのかなと思います。グランプリに向けても体の調子だったりとかはいかがでしょうか？そうですね、まあ、あの順調に今のところは来ているのかなと思います、はい。脇本選手との連携ということなので、すごい多分期待も大きいと思うんですけれども、その点はいかがですか？まあ、脇本さんの後ろなんで僕は、はい、脇本さんとワンツーできるように僕はしっかり援護できたらいいなと思います。まあ、あの立川競輪場ということもあって、結構直線も長いし、そういう部分ではこう自分の中でこうある程度こうレースのこう想定っていうのは作っていってるってこと？特には本当考えてないですね、うん。脇本さんの仕掛けでしっかり自分はまずはついていくことを集中していきたいなと思ってるので、うん。まあ、確かあのバンクの特徴もちょっとこうあんまり走った記憶もないので、うん。まあ、しっかりこう、まあ、3日間乗れるときは全部乗りたいなと思います、うん。それはもう朝もその夕方も全部？そうですね、はい。このまあ、グランプリまでの間約1ヶ月間があったんですけど、まあ、自分なりのこうトレーニングとかこう自分なりのレースはあの練習はしたと思うんだけども、その脇本選手とのこう合宿とかでも一緒に練習したんですか？そうですね、一緒にやらせてもらいました。どうでしたか、脇本選手？そうですね、やっぱり自分とその持ってる力の差がやっぱり数値上ではあったなっていう感じですね。まあ、ちょうどね1ヶ月ぐらいこう競輪祭終わって約1ヶ月間もあったんで、まあ脇本選手のこう仕上がり具合とかいうのもまあ肌で分かってきたと思うんだけど、やっぱりこのまた競輪祭の時とはまた雲然と違ったぐらいの感覚で、ね、多分自分も脇本さんも合宿の時はかなり疲労が溜まってる状態だと思うので、まあ参考にはあんまならなかったですけど、まあこれからしっかりこう疲労を抜いていった時にどんだけお互いこう化けるかなっていう感じですね。じゃあこの後、まあ、今日前夜祭でこういう、ね、会でしたけれども、この後グランプリまでかなりしっかりと自分なりの調整をして、まあ、そのワンツーならワンツーっていう中で、まあ、いいレース、胡椒選手なりのいいレースをね、こう期待してると思うんで、はい、しっかりと頑張ってほしいと思います。はい、応援してもらえ頑張ります。はい、はい、ありがとうございました。なんかあるんですか、前日のルーティンとかそういうもの？前日のルーティン、バンク入ってですか？まあしっかりこう、まあ、何本かは足に刺激入れたいので、まあ、しっかりもがきたいなっていうふうには思ってます。